はい、皆さんどうも、コウペです。ということで、巷でね、ちょっとコウペ消えたんじゃね説が出てたと思うんですけれども、大丈夫です。皆さんちゃんといます、僕は。はい、ということで、前回のね、チャンピオンシップの方で、新宣伝担当が誕生したということで、ちゃんとね、ご紹介できてなかったと思うので、はい、今回改めてご紹介したいと思います。はい、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。スーパードラゴンボールヒーローズ宣伝担当のクロちゃんです。お願いしまーす。はい、ということで、はい、クロさんが来ました。はい、ということで、いよいよね、ビッグバンミッション11弾が、まもなく稼働というところで。そうなんですよ、もう、はい、もう待ちきれないということで。ユーザーの皆さんもそろそろ、カードのね、詳細が知りたいんじゃないかと思いますんで。いや、絶対、そうだと思います。はい、まず今回もね、恒例のキャンペーンカード紹介です。はい、はい、ということでね、今回キャンペーンカード、3種類ございます。多いね、いつもより。そうなんですよ、終電ということもありましてね、うん、ということで早速ね、キャンペーンカード1種類目ご紹介しましょう。はい、お願いします。はい、こちら、ドン。はい、さあ来ました、こちらガンガンインパクトキャンペーンです。めっちゃカラフルね。どうですかこの虹色、うん、見たことないような虹色ですよ、これ。はい、そしてこちらですね、第11宇宙のプライドトルーパーズの技を再現した、うん、はい、タッチアクションアビリティとなっておりましてですね、うん、なんと最大5人で応援ができると。11周年だから第11宇宙からっていう。そうなんですよ、うん、11合わせでね。はい、さあ気になる、ね、タッチアクションアビリティを見てみましょうということで、うん、2ラウンドミックをアタッカーにすると自分チーム攻撃終了時にガンガンインパクトモードに突入、はい、パートナーを4人選んでガンガン攻撃する。パーフェクトアッセンブル成功で、この攻撃に参加した仲間全員のパワーが永続で、うん、プラス3000というような効果となっております。はい、はい、このメインのカードプラスパートナー4人選んでですね、うん、チームで5人で攻撃できると、うん、で、かつですね、このパーフェクトアッセンブルというのに成功すれば、はい、カードによってね、いろんなパワーが上がったりだとか、うん、いい効果がもらえると、うん、いや非常にね、かっこいいカードが盛りだくさんなんで、ね、特にこの第11宇宙といえばですね、この3人ですよね、ジレンとトップとディスコ、これぜひね、並べてね、ガンガンインパクトやりたいですよね。やっぱこの3人だよな、そうなんですよ、といえば。はい、早速2種類目いきましょう。はい、それがこちら、ドン。はい、天下一を目指すものキャンペーンです。メンツを見てください。悟空少年期、クリーン少年期、ジャッキーチューってこれね、無印の頃のキャラクターですとか、もうミスターサタン、そしてマイティーマスク、そしてなんとウーブまで、もうドラゴンボールの最初から最後までは、エモい。そう。エモいカードになっております。はい。こちらのカードですね、全共通アビリティというものを持っておりまして、はい、天下一を目指すもの、うん、はい。自分の攻撃チャージインパクト勝利時、自分チームのヒーローエナジー、プラス1。さらに、自分以外に同じアビリティを持つ仲間がいると、その人数に応じて、この攻撃で与えるダメージがアップする、かっこ、毎回といった効果を持っておりまして、まずこれをね、デッキに入れれば入れるほど、めちゃくちゃどんどんこう、チームのね、この天下一を目指すものの効果がついてくるので、どんどんこう強くなっていく。あれですよね、攻撃チャージインパクト勝利時、6人ともこれ全部入れてたら、うん、ヒーローエナジーいきなり6プラスされる。おー、めっちゃ有利になるんですね。そうなんですよ。で、僕がですね、ちょっとこの中で特にやっぱ気になったのがですね、うん、はい、まず1枚目こちら、ジャッキーチュンなんですけど、はい、これなんとですね、これアビリティがですね、うん、ジャークリューミッションの頃に非常に強力であったジャッキーチュンの教え、はい、バトル開始時、うんうん、HP が2000以下の仲間の戦闘力が2倍になる、過去永続といった強い効果を持っているカードとなっております、はい、なるほど。それしてね、これウーブ、はい、これウーブパッと見ね、何があれなのって、でも、うん、勘のいい人はね、これ気づくと思うんですけど、イラストがこれね、原作の悟空にブチギレた時のワンシーンを再現したウーブとなっております。なるほど。はい、ぜひともね、フルコンプしていただきたいと思います。はい、思います。はい、そして今回はなんと2種類だけじゃございません。はい、3種類目があるということで、はい、はい、3種類目こちらです。ドン。はい、爆弾戦士集結キャンペーンということで、これメンツがまずすごいですね。ウロリー、ゴハン GT、バーダック、ベジットゼノ、トランクスゼノ、そして限界突破のベジットゼノと。歴代のね、そう、歴代の大集結、金がなんか虹色の中も混じったもめちゃくちゃ高級感あふれるね、ちょっとね、独特の光り方だもんね。そうなんですよ、今までにあんまないかもしれない。そうなんですよ、まあ、僕のね、その中でも一押しカードですね、はい、この中だとね、このベジットゼノンスーパーサイヤ人フォード、うん、はい、ベジットゼノンなんですけれども、こう見てほしいんですけど、初めて原作で合体した時に、うん、よっしゃーって言ってこう合体するポーズがあると思うんですけど、うんうん、そのポーズをなんとベジットゼノンのスーパーサイヤ人フォードでも再現されてるということで、
かっこいいカードとなっております、はい、あのまた共通アビリティ持ってるんですけれども、爆弾戦士集結といったアビリティがございまして、アタッカーにしたラウンド終了時同じアビリティを持つ仲間アタッカーの人数かける 10%、うん、自分の記録を回復する毎回ということで、これもねあの非常に、自分のチームにですねこのアビリティを持つ爆弾戦士たちを入れれば、うん、非常にねあの強い敵になるかなというふうに思いますので、うんはいはい、ぜひと使ってほしいと思います、はい、そしてこの中で僕が一番強いなと思ったのはこちらのトランクスゼロ、はい、なんとキーソードロック持ちで出ました。そして、まあ、皆さん大好きな巧妙な罠アビリティを持っているカードということですね、はい、ぜひね僕はこれを使ってデッキをね強化したいと思っております。デッキで使いやすいよな。そうなんですよこれ、はい、今回キャンペーンカードだけじゃございません、はい、眩しいのはなんとね、アルティメットレアもめちゃくちゃかっこいいカード盛りだくさんですので、はい、配信見てくださった方は分かると思うんですけどもね、はい、11枚ありましたから。そうなんですよ。では UR お伺いしましょう、はい、こちらドドンと、はい、はい、なんとこれ見てください。かっこいい UR がね、もう持ちきれないぐらい、そう持ちきれないんですよこれ。もうパンパンですよこれ本当に、はい、特にね今回、はい、新モデルとして登場の悟空のですね、うん、インナーがない壁通り、まあ、要は無印のねマジュニア戦で の衣装なんですけれども、ね、これがこう初登場したりですとか、はい、新宿対戦からもこんなにボリューミーにね、うん、もうちょっと見せきれないんですけど、1枚ずつ紹介したいってことなんですけどちょっと3枚ねピックアップして紹介したいことございますので、はい、コペセレクトでね、はい、はい、1枚目まずこちらです。今さっき言いましたね亀道義の悟空なんですけれども、ね、はい、こちらアビリティが非常にね強いんですよ、うん、はい、アビリティ優勝いただき戦闘力バトル終了時自分チームの戦闘力が1万以上だと敵チーム全員の気力を大幅にダウンし、チャージインパクトスピードを永続で超速くする過去毎回、はい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 、これ厄介ですよ。相手に使われたくないね。いやめちゃくちゃ嫌です。1万以上だと敵チーム全員の気力ですからね、うん、これもまたデッキの作りがいがあるかなというふうに思うんですが、はいはい、なんとこれねあのバトスポでもよく使われております、うん、ビッグワンミッション7弾のシークレットのねあの身勝手の極意日差しの孫悟空があると思うんですけど、これねその対策にもなるカードなんですよ。おー、ついにこれ戦闘力1万以上で、まあ、敵チームの気力を大幅ダウンということで、はいはい、チャージインパクトスピードをめちゃくちゃ速くできる、うん、そして戦闘力を出せるカードに、と一緒に使うとですね、まあ、非常にね強力となっております、はい、先行を取ればですね人造人間エリート、まあ、今人気のアバターなんですけれども、うん、の気力回復後にねあの気力ダウンを行えるので、うん、いかに安定して戦闘力1万以上出しながらね結構取れるかのデッキを考えるのがおすすめと、はい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 、いうようになっております。はい、続きましてコーペンセクト2枚目のご紹介したいと思います、はい、それがこちら、はい、ベジータです。これ赤い王子になったベジータなんですけども、はいはいはい、見てくださいこのシーンがもうあのシーンだ、あのシーンですよ、あのシーン赤い王子になってボーンってね、アビリティも非常に強力です。はい、アビリティ誇りをかけた戦い、バトル開始時自分チームに孫悟空がいると、自分が永続で気絶しなくなり記録消費による戦闘力上昇率が永続で2倍になる、うん、強い、うん、またアタッカーにした戦闘力バトル勝利時自分の与えるダメージが永続で2倍になり自分チームのヒーローエナジープラスに括弧毎回と、これ強くないですか。めちゃくちゃ強い。だって強い、ね、悟空がいると気絶はせんわね。であの気力消費の戦闘力上昇率2倍と、もうこれ1枚でもう2枚分ぐらいの強さが、ね、それだけじゃないというね、もう先行を取ればダメージ2倍、ヒーローエナジーもアップ、うん、もう気絶無効と戦闘力2倍がつくんで気絶しない優秀なねバーサーカータイプとなっておりますと、はい、というわけでラスト、ラスト1枚、はい、紹介したいと思います、はい、これがドドン、こちら、はい、孫悟空ゼノです。出たな、出ましたこれね、あの周年イベントでも出た、うん、ゴジータゼノの限界突破になれる、なれるやつ、イラストもかっこよくなっておりますけど、後ろにね、はい、ちょっと乗ってるんだよね。そうなんですよ、これめちゃくちゃかっこいいカードですけど、うん、まあ、かっこいいだけじゃねえと、はいはい、アビリティ強敵に燃える炎、ワンラウンド目のみ自分チームのヒーローエナジーがユニット発動時以外ではいらなくなり、敵チームのヒーローエナジーがアビリティ効果によってアップしなくなると、もうシンプルに強いカードですね、これ、うん、もうね、ワンランド目のエナジーガードがまずできると、はいはいはい、そして敵チームのねアビリティのヒーローエナジーアップ封印ということで、シンプルに
強力ですと。強いね。はい、うん、でそれだけじゃなくですね、このカードアクションの合体ですね、うんうんうん、フュージョンができるということで、はい、こちらニラノミコパートナーと合体可能、はい、合体後毎ラウンド自分の戦闘力2倍&気力大幅回復、うん、さらに毎ラウンドの作成決定前に自分のパワーが永続で4倍になり、自分チームのヒーローエナジープラス3ということで、非常に強力なカードとなっておりますので、うん、はい、ぜひね、ゴジータゼノンに合体してね、使ってほしいなというふうに思います。うん、はい、はい、ということで、はい、UR はね、これで、ね、紹介は以上ということになりますね。以上。はい。なんか忘れてない？え、なんか忘れてましたっけ？いや、なんか忘れてるでしょう。あれ、なんかありましたっけ？ああ、ありましたね。らしらしいな、ありましたよ、ありました。大事なカードを見せてきました、はい、紹介してください、はい、11周年ということで、はい、今回ねすごいカードが出ていたんですよ、ね、これがですね、なんとドドン、こちらです。はい、はい、これどうですか、見たことある方いるんじゃないですか。このイラスト懐かしさ感じません？11年前に戻れません？これドラゴンボールヒーローズ1弾の UR をリメイクしたですね、はい、メモリアル UR として登場したベジータとトランクスエニキとなっております、うん、あのパッと見はですね、うん、ヒーローズドラゴンボールヒーローズ旧1弾のね、カードっぽいんですけれども、うんうんうん、これなんと金箔がまずねすごいですよ。これもう全部に入ってる。でそれだけじゃなくですね、うん、アビリティがなんと一新されまして、はい、スーパードラゴンボールヒーローズ仕様になっておりますと。当時のままじゃないんですよね。そうなんですよ、はい、まずベジータからですね、はい、アビリティ君臨するスーパーベジータ、サポーターにした作戦決定時自分の戦闘力と敵に与えるダメージが永続でプラス3000、またアタッカーにした自分チーム攻撃時自分よりパワーが高い敵アタッカーがいると自分のパワーがその中で一番パワーが高い敵と永続で同じになる、かっこ毎回ということで、もう今ね、あのヒーローズの環境ってめちゃくちゃパワーが高いって、ね、数字がね、そうそう、高い数字どんどん高くなっていってるので、うん、皆さんね、どんどんパワーを上げていくような敵が増えてるので、うんうん、このベジータいるだけで相手にどんだけ強いやつがいても、うん、このベジータがまたパワーが上がってくれるので、そうね、はい、非常に言ったら9段のシークレットのフリーザとかとね、そうなんですよ、合わせられることもできる、はい、そうなんですよ。そして、ね、あのユニットを持ってユニットスーパーを持っていて、はい、あの過去と未来を紡ぐ戦士ユニットスーパーということで、敵チームの戦闘力が3000以上アップしなくなる、うん、戦闘力制限まで持っているというカードとなっております、はいはい、そしてベジータだけじゃないですと、はい、トランクス青年期もあります、うん、こちらですね、アビリティもう一人のスーパーサイヤ人、アタッカーにした作戦決定時このラウンドのみ気絶しなくなり自分の与えるダメージが敵アタッカー人数 ×50% アップする、うん、ただし仲間アタッカーにベジータがいると本領を発揮できずアップ量がダウンする、かっこ毎回ということで、ちょっとね、あのこの文がね、アビリティの文がそう新しいんですけど、本領を発揮できず、そうなんですよ、もう父さんがいるとちょっと本領発揮できないというような、はい、カードになっているんですけども、こちらもね、もう非常にダメージが超上がるカードということで、はい、ぜひね、このベジータとトランクス青年期ね、うん、はい、使っていただきたいというふうに思います、はい。ビッグワンミッション11段稼働目前ということでですね、はい、もうボリューミーな、もう第1回から代表となっておりますけれども、はい、もう今から非常に楽しみじゃないですか。ね。このカードが手に入るんですよ、皆さん。はい、もう超ね、情報盛りだくさんのビッグワンミッション11段なんですけれども、はい、ぜひね、お店稼働日から足を運んでね、楽しんでもらえたらなと思います。はい、楽しみにしててください。はい。それでは今回はここまで。はい。またねー。